旧中国街道に立つ同票中国街道は、大阪と西宮を結ぶ街道。別名は、中国路、浜街道。大阪城下高来橋を起点に、南馬橋、十三の渡し、神崎の渡し、大物の浦、天ヶ崎城下などを経由して、西宮本町で、西国街道に合流する。なお、西国街道を、中国街道、中国路と称することもある。 記録を遡れるのは中世までであるが近世になると大阪と西国との物資の流通のようとなる。王子の街道沿線には要所要所に道標が設置されていた。現在では区画整理の結果、その街道筋を忠実にたどることは困難になっている。しかし今でもそれら道標のうちいくつかが途中から発掘されるなどして王子の姿を忍ばせている。 大名行列が通ることもあった。明治国道の国道26号に指定されたが、大正国道の国道2号は、東本町交差点移成のみの指定となり、伊藤は西成大橋や辰見橋を経由する大和田街道、梅田街道が指定された。そして、1927年の阪神国道開通を受けて国道指定から外れた。しかし、年に、 東本町交差点木船交差点間が2級国道173号に指定され、1958年には1級国道43号に昇格。1965年より国道43号となった。有う女塚残念さんの墓。ありがとうございます。